バトルが二重に見える。右目の眼下底骨折で手術を受けていた。バドミントンの桃田賢斗選手。気になる競技への影響は。桃田選手が受けた。全治三ヶ月の診断。右目の眼下底骨折という。聞き慣れない症状でした。先月。遠征先のマレーシアで。交通事故に巻き込まれた桃田選手。 帰国後の精密検査では骨折などはなく異常なしとされていて、3日から日本代表合宿に参加していました。しかし。シャトルが二重に見える。バドミントンのシャトル、つまり羽が二重に見えるというのです。二重に見えてしまう。眼下低の骨折とはどのようなものなのか、専門家に聞くと。 あの眼球を支えている骨なんですけどもそれが圧力かかると割れてしまうで、これが次の瞬間ポッと戻るときに、えー、筋肉を挟んでしまうというのが眼下底骨折なんですね眼球は周りの筋肉の伸び縮みにより動きますが眼下底を骨折すると筋肉が緩んで折れた骨の隙間に落ちます この時、筋肉は骨に挟まってしまい、眼球を上に動かす動作ができなくなるというのです。では具体的にどう見えるのか。取材班は医師の監修の下、左右の目に見立てたカメラ2台を使って検証しました。実際にシャトルが上に飛んだ時にどう見えるのかを再現してみます。まずは左右の目の動きがそれぞれ同じの場合。 両目で見たときには当然上に飛ぶシャトルは一つに見えますでは右目が眼下底骨折をして上に動かせない場合はどうなのか同じくシャトルが上に飛ぶ動きで検証しますすると左目がシャトルを中心で捉えるのに対し右目はシャトルを追いきれず視界の高い位置で捉えていますこれを 二つの映像を重ね、両目でどう見えているのかを見てみるとこのようにシャトルが二重に見える現象が起きるのです思いっきり上を見たときに初めて二重になるま数枚ぐ,ぐらいまでだと全然問題ないですし大抵日常生活って下見遣いが多いですから下向いてるとほとんど気にならないでは競技にどんな影響が出るのでしょうか バドミントン元日本代表の塩田玲子さんは。コースを狙うときに、そのライン上を狙って打つことが、常にこう、マストだったりもするので。あの、やっぱりそのラインが、例えば、こう、二重に見えてしまうとかってなると。コントロールがずれたりだとか、そういった不調につながるんじゃないかなというふうに思います。全治三ヶ月と診断された桃田選手。つまり。 完治してから東京オリンピックまでは2ヶ月しか残されていませんスマッシュの初速が時速300キロを超えるバドミントンのトップ戦線の戦いに戻れるのでしょうか骨がしっかり固まるのにだいたい1ヶ月半近くかかるでしょうからそのぐらいはちょっと無理しない方がいいと思うんですけれどもおそらく目の動きとしては手術してもうその日から 二重になるのが消えていると思います。